士を呼ぶカスカベ映画スターズ。あっ、てスタートボタンを押せば。はい、しんちゃん、続きからやっていきたいと思います。続きから、どのデータの続き、このデータでいい？前回はあれですよね、夜の時間を楽しめるようになって終わったかなと思うので、出発を進行、やっていきますよ。どこ行きます？とりあえず行ってないとこ行きたいですよね。はい、はい、よーん。そして今回こそ私の好きな映画をやりたいなって、やる気2個しかないんだよな。でも、これやったんだよ、これやって、そうだ、暇だ。ないなあ、あれどこに行っちゃったんだろう。あ、お兄ちゃん。お、あんた誰？私は野原ひまわりよ。未来の世界のだけどね。映画の人？そう、不思議な感じだけどよろしくね、お兄ちゃん。で、大人のひまは何してたの？実は私、こう見えて国際警察のものなんです。おお、かっこいい。でもね、それを証明するバッジをなくしちゃったみたいで。もう暇ってば、大人になってもオラが見てやらないとダメなんだから、お兄ちゃんに任せなさい。ほんと？探してくれるの？ありがとう、お兄ちゃん。それじゃあ私はもう少しこっちの方を探してみるから、お兄ちゃんはブリブリスタジオの方を探してみて。任せなさい。ちょっと気が向いたらね。待ってよ、その前にね、ちょっと、あ、親父。お、マスター、なんでここにいるの？客が来ないんで、客引きに来たんだ。映画祭で、うちの店ももっと盛り上がってくれるといいんだがな。商売上手ですな。お、そうだ、撮影画をとっとと終わらせて、スタッフ呼んでくれたら焼き鳥ごちそうしてやるよ。おーい、ほら、頑張るぞ。まあ、頑張りましょう。こっちはいけないんだね。ブリブリスタジオってどこだっけ？ブリブリスタジオって行ったことある？これ？これ室内スタジオだよ。あ、ここか。行ったことあるわ。先に行ってこようじゃ。仕方ない仕方ない、暇のためだよ。くるくる。ここね。ここ行けないんだ。そうだ、終わった。そうだった、来なくていいよ、もうじゃあ帰ろう。はい、はい、やーん。え、じゃあ他の終わらせてからここに来ればいいってこと？え？でもそういうことよね。ごめんね、ひまわり。当分無理だわ。うん。許して。先にこっち行く。すげーな、すごいです。ほー、行くぞ。ブリブリザエモン参上。テーマパークか。誰がいるかな。なぜなぜいるの、吉永先生。しんちゃん、撮影画のしすぎであんまり夜更かししちゃダメよ。おーい、吉永先生はこれから先生同士で飲みに行くの？私たちはまだまだ撮影画のお手伝いよ。大人はみんな仕事帰りに飲みに行かなきゃやってらんねんだって父ちゃん言ってたぞ。しんちゃんのお父さんもいろいろ大変なのね。ほんとね、大変だよね。よし、
え、なんで？なんでってキャラばっかり。マサオは普段から漫画をいっぱい読んだり書いたりしてるし、きっと映画作りが得意だと思うの。撮影画のお手伝いでも役に立てると思うわ。おおお、もしかしたらしんちゃんより監督に向いているかもしれないわ。あら、嫌なこと言う。それはないと思うぞ。それに監督はオラしかできないんだぞ。そうだそうだ。あら、そうなの。嫌なこと言うわね。ちょっと嫌いになっちゃった。夜の撮影画も始まっていよいよって感じだな。風間くん、変態だぞ。え、それを言うなら大変だろ。そうとも言う。で、どうしたんだよ。もうすぐアクション仮面が始まっちゃうぞ。なんだそんなことか。僕は毎週録画予約をしているから大丈夫さ。あれ、風間くん、お子様番組は見ないんじゃないの。もちろん見てないさ。録画しているのはアクション仮面じゃなくてニュース番組だよ。ふーん。今週のアクション仮面の敵ってチンパン総督モンキッキーだっけ。違うよ、アクションビームの効かない最強怪人って次回予告やってたろ。やっぱり見てるんじゃん。たまたまだよ、たまたま。たまたまだって。紛らわしい言い方するな。大変ね風間くん。まあでも仕方ないわね。これもカードも、何これ。おお、お便秘の薬。なんでなんでここにお便秘の薬が落ちてるの。なんでこんなところに。もしかして母ちゃん、お便秘を克服するために薬をこんなところに。そんなことしたってお便秘は治らないぞ。つら。わ、すごい人来た。すごい人来たよ。よっ、おおい、マカとジョマとかだったっけ。違ったっけ。何か困ってない。おじさんの方で失礼しちゃうわね。私はマカオよ。私はジョマ。おおお、ほら、野原しんのすけ監督だぞ。まあ、かわいい監督さんね。ほんと、ぎゅって抱きしめてあげたくなっちゃうわ。うう、なんだかほら、逃げ出したくなっちゃったぞ。そうだ、ちょうどいいところに来てくれたわ。そう、私たちちょうど人手が欲しかったのよ。ほら、忙しいからまた今度にして。そんなこと言わないで、お願いを聞いてちょうだい。何も取って食おうってわけじゃないのよ。食べちゃいたいくらいに可愛くても我慢してあげる。怖いわ。やっぱりほら、逃げ出したいぞ。ただ私たちの撮影画に使うトランプを見つけてきてほしいってだけなの。トランプ。そう、魔法のトランプなの。聞いた話によれば、ツルツル頭の3人組が持っていったみたいな。ツルツル頭の3人組。ツルツルのテカテカの頭が目印よ。そんな3人組を見かけたら、トランプのこと聞いてみてくれない。頼んだわよ。おい、誰。ツルツル、俺にお任せ。ツルツル頭、ツルツル頭。よっ、タミさん。なに、しんちゃん。ねえねえ、タミさん、その服、暑くないの。全身をくるんでいるから暑そうに見えるけど、実は風通しもいいし、意外と快適なのよ。それにこの服にはとっておきの秘密があるのよ。なになに。なんとこの服、空飛べちゃうの。な
しんちゃん、こういうの好きじゃない？オラは薄着でセクシーな格好のタミさんの方が好きだぞ。撮影画で薄着になるシーンがあるといいわね。あ、これ一個やれるじゃん。やろうやろう。はい。やった。あはー。わかるかなこれ。わかるシーンかな私。無理やりキスをするのね。はいはいはい。うわ、連打苦手なんだよな。死んだかもしれない。連打が苦手すぎて。撮影画のクリア条件、ベストカットの条。いいよ連打。なんでオラがオラとキスしなきゃいけないんだぞ。くっつけ本番。はい。よーい、アクション。いいぞ。さすがに簡単だからいける。カット！ OK！ いやー、それは、よかった。さすがにね。遅い気がする。うん。まあでも仕方ない仕方ない。連打はもう、本当に子供の頃からできないからな。これ以上いけないんだ。トランプも探してあげたいし、でもとりあえずヒロシのところにも行きたいし。そうだよね。じゃあとりあえずヒロシってどこにいたっけ。よいしょ。くる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 。さあ、ヒロシ。よっ！父ちゃん、お便秘の薬、見つけてきたぞ。おう、助かったぜ、しんのすけ。で、誰がお便秘なの？母ちゃん？撮影画に使うらしいんだ。え？別に誰がお便秘ってわけじゃないんだってさ。ま、ミサエは年中お便秘だけどな。最悪ですなあ。これね。はい。あ、豚のひづめ大好き。あ、だからお弁当。やった。あふふ。あ、なるほどねって感じ。うん、大好き。でもこのシーン最高じゃない？一番最高なシーンなんだけど。これで移動、A 連打で我慢。あ、待って、こっちを操作するの？あ、そうなんだ。ミサエたちを操作するんだと思ってた。はぁ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 。はあ、はあははあ。オッケー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 。大変すぎるこれ。漏らしたくないしね。トイレの場所などだいたい見当がつく。させるか。これが撮影画のクリア条件。熱いな。ぶっつけ本番。よーい。あ、いけないんだこっち。やだやだ、ヒロシヒロシヒロシ、こっち来た。え、ミサエ、ちょっとミサエ、ミサエどっか行って。さえついてくるんだけど怖っ。やばいやばい。あ、でもいけそういけそういけそう。はい。はあ、よかった。
いや漏らされたくないものをさすがにね。いやそれほどでも。よし、漏らさずに済んでよかったですよね。あ、そうだ、もうやる気ないんだ。いいね、いいね、しっかりやってくれちゃってるみたいね。なんなのカリピー、ほんとカキピーのおじさん。カキピー、カキピー言われ続けてなんか食べたくなっちゃったよ。それで、今回はどうしたのです？そうそう、チャンシンがまた新しいのゲットしちゃったみたいだからさ。ほら、しんちゃんだぞ。今回はブリブリ監督パスなのです。持っていればブリブリスタジオに入れるみたいなのです。おー、入れるってやっと。ブリブリスタジオって確か…そうなんだよね、映画世界から出てきた人が勝手に作っちゃったスタジオなんだよね。どうなのそれって。まったく迷惑な人なのです。しかも自分を救いのヒーローとか言ってるけど弱っちいらしいんだよ、ね、ブリブリザイモンすぎる。ほら知ってる気がするぞ。うん、なるほどね。はあ、ほらもう疲れちゃったぞ。これ夜の方がいいよね。だってブリブリスタジオ行けるようになったんだから。そうだよね。じゃあちょっと待ってよ。出発を進行。おかえり。はい、おかえり。あ、違うわ。スタートボタンか。出発を進行。夜時間を進めちゃってもいいのです。さあ行くぞ。出発を進行。そういえばハゲた3人組っていうのはどこにいるんだろう。ハゲた3人組、ハゲてはいないもんね。ハゲてはいないもんな、確かに。怪しいけどね。あ、そうだ、カードセットしなきゃいけないんだ。でこれやめる。セットする場所、カチンコ。これで決まりだ。反則パワー、グラッチェ、ガードスラッシュ、ガシャ。これで入れるってこと？よ。ここを通るにはブリブリ監督パスが必要です。ブリブリ監督パスを確認しました。どうぞお通りください。あ、そういう風になってたんだ。うわ、アナコンダだ。よっ。おーい、アレクサンダーちゃん、どこ行ったの？じーん、小僧、何か言おうか。銅像に話しかけるおじさんって珍しいなって、じっと見つめているんだぞ。うるさい、こっちはお前にかまってる暇はねえんだ。どうしたの？ペットの白蛇アレクサンダーちゃんがどこかに行ってしまったんだ。その首についてるのは何？その首に巻いてるのは？これはもう一匹のアリストテレスちゃんだ。見ればわかるだろ。わかんないだよ。全然わからないぞ。そうだ、お前暇ならアレクサンダーちゃんを探してくれ。
そうだな、アレクサンダーちゃんが好きな高いところにいるかもしれん。そんなに遠くには行けないはずだし、この近くのビルを探してくるんだ。きっとむさ苦しいおじさんが嫌で涼しい場所に行きたかったんだぞ。やかましいわ。わしはもう少しこの近くを探すから、ビル街の方を頼んだぞ。やれやれ、まったく人使いの荒いおじさんだぞ。オラにお任せ。これだからアナコンダ嫌だよね、人使いが荒いもん。あ、これがヒマのバッジ。大人のヒマって本当に警察の人なんだ。それじゃ大人のヒマに届けてあげないと。その前にちょっとこの先も見たい。あ、ハゲいた。ブリ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 、ハゲいた、ハゲ。でもできるよこれ。豚のひづめ、よっとよっと。えへー、あの横にいた人好き私。これ結構名シーンじゃない？うん、名シーン名シーン。これえ、なんか地味に難しそうなんだけど、気のせい。これがクリア条件。10センチより近くで。10センチ、テイク1だぞ。わかんなくね。よーい、アクション。あ、7センチって書いてあるんだ。やだ。なんかいいのこれで。テイク2だぞ。よーい、アクション。ちょっと 1狙いたいな。 1.0 とか狙いたいよね。でもちょっと怖いよな。テイク3だぞ。よーい、アクション。あ、待って、 4.4 になっちゃう絶対。なんでだ。カット、オッケー。いやー、それほどでも。まあ簡単でしたね。うん、これは簡単。そうだ、お名前お色気だった。お姉さんって正義の味方なの？そうよ、私は世界の平和を守る秘密組織 SML のメンバーなの。 SML? 正義の味方、ラブの略なの。だったらオラは OOL だぞ。どういう意味？お色気のお姉さんラブの略。あら、嬉しいこと言ってくれるわね。大きくなったらまた来てね。おーい、いいよね、なんか月に変わってお仕置きよって言いそうだもんね。よっ、やな、一体どこへ行ってしまったんだ。どうしたの、おじさん。おお、お前は監督だったな。ちょうどいいところに私の予備のメガネが。知らないよそんなの。行ってしまったんだ。予備？私は念には念を入れるタイプでな、もしもの時に備えて今かけているメガネの他に予備を用意しているのだ。おお、これはおそらく誰かが持って行ってしまったに違いない。おい、お前、お前、誰かメガネを持って行ったやつに心当たりはないか。うーん、
そんなこと言われても。そうだな、人のメガネを持っていくくらいだ。そいつは普段メガネをかけているが、今回は何らかの理由でメガネをなくし、慌てていたせいで私のメガネを持っていってしまったのだ。おおお、お前の知り合いにメガネがないとすごい。アゲオ先生だ。なるやつはいないか。そんな人いないぞ。それじゃあメガネがないと性格がガラッと変わり、普段と違う行動をとってしまうやつとか。おお、ほら、その人は知ってるかも。それだ、きっと何らかの理由でメガネを失い急いでいたため、私のメガネを勝手に持って行ってしまったんだ。その気持ちわからんでもない。今ならまだ許してやるから、メガネを取り戻してきてくれ。おーい、裏にお任せ。アゲオ先生なんていたっけ。でも何してんの。すごいスタイルだね。よっ、カキピーのおじさん。よって、カキピーじゃなくてカリピーだって。ところでカキピーで思い出したんだけど、チャンシンはおやつとか好き。ほら、しんちゃんだぞ。まあまあ、でどうなのよ、チョコビとか好き。カキピーのおじさん、よく俺の好きなものを知ってましたな。チョコビって食べればたちまちやる気が回復するっていう優れものなんだよね。そんな便利なアイテムがちょうどくれるの1個あるんだよね。おお、くれるの。いいよ。だけど監督ポイントと交換ね。ダダじゃないの、おケチだな。こっちも商売なのよ。でどうする、いつチョコビ屋さんになったの。大人の事情でね、時々なっちゃうのよ。おお、大人の。なんだか秘密の匂いがするぞ。別に秘密なんかないんだけどね。で監督ポイントと交換する、やめとく。100ならいいんじゃない。それじゃ交換するぞ。毎度あり、また仕入れておくからさ、時間が経ったら俺に言ってちょうだい。じゃあしくやろう。なるほどね、チョコビはこの人からもらうんだ。よタキピ、また喋っちゃった。チャンシン、ブランボ。そんなことより、また品切れだって。はい、よっ。もうこってり暗くなっちゃったから、遅くならないうちに帰るんだぞ。はい。オラはサイレンちゃんとトーキーちゃんとお話ししてから帰ろうっと。じゃあどうしよう、ビル街に行く予定があるから。あれ、ビル街だったよね。はい、にゃーん。てかハゲいなくない。ハゲ3人組いないんだけど、本当にそんなのいるの。ブルブル、ハゲ3人組ではないもんな。ブルブル、よ、本当に臭い警察だったね。最悪。臭いじゃなくて国際警察。ちょっぴりかっこいいと思ったけど、やっぱりいつものお兄ちゃんだ。それほどでも。褒めてないって。じゃ。ね、ヘビ探さないといけないからね。ヘビヘビ。ヘビヘビヘビいなくない？ね、
ヘビ知らない？よっ！お、マスター！客が来ないんで、ダメだね。客引き、えが、しょ、お、スタッフ！おい！はい、さよなら。ヘビ？猫ならいるんだけどね。ちょっとわかんないよね。とりあえず、じゃあどこ行く？そうだよね。この猫意味ないもんな。でもハゲも、言い方悪いな。ハゲてる人もいないからな。室内スタジオって入れたっけ？ハゲ探すの今日。あ、ここも入れない。監督パス。なるほど。じゃ昼間にした方がいいのかな。意外と昼間にいるかもしれないよね。もし、じゃあとりあえず今回この辺で終わりますか。一通り今できそうなことはしたし、何よりまああのあれですよね、ミニゲーム的にもやっぱあのね、ミサイドヒロシが追ってくるやつが面白かったしね。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。